成田空港に帰国したバドミントン日本代表。左から3人目は奥原のぞみイコール16日午前写真を拡大バドミントンの日本代表が16日、アジア3連戦を終えて成田空港に帰国し、15日までのタイオープン女子シングルスで優勝した奥原のぞみ、日本ユニシスは、勝つ感覚を久しぶりに味わえた。この感覚を忘れたくない。記事全文を読む。